今回はこれ、聞こえてるのかしら、ウンハの提案で、はい、何を俺たちがされ、ね、されてるの、うん、言って。あ、繋がれてますね、手錠で。この状態で、うん、今回はアイスを食べたり、はい、ゲームをしたり、ゲームはね、もう用意してあるんだけど、はい、ゲームをしたりとかをすると。うんうんうん、なるほどね。よし、というわけでアイスは、アイスは、うん、あの冷蔵庫に入ってるのでちょっと持ってこれないので、さすがにスタッフさんにね、用意してもらうんですけど。スプーンね、10個もらってきた。10個、うん、落とすかなと思って。落とさないよね。落とす、うん、私は大体落とすかな、スプーンとか。落とすんだ。うん、じゃあウイハ8本ね。え、うん、私8本、うん、なんか結構朝ごはんとか食べててもさ、食べながら寝ちゃうことが多くて、うん、なんか気づくと箸とか膝の上に落ちたりするの。ちょっと何言ってるか分かんないな。嘘だよ、眠い時たまりない。赤ちゃんじゃん。赤ちゃんだよね。子供で見る。違うよ、違うよ。え、でもほら、やっぱ寝落ちってあるじゃん。あるね。うん、ってことは食べながら寝落ちしても普通かなって。まあ、たまにいるよね、そういう人。うん、そうなの。いるの？いる。話聞く。ああ、まあ、そのたまにが隣にいるわけか、今。そういうことね。でも食べるの大変だね、これ。こうなっちゃう。あなたの腕って、痛い痛いだわ。あー、きたー。拍手しないで。拍手すると、ここが腕が持ってかれる。腕が持ってかれる。さっきのたびにこのカチャカチャって音が聞こえる。え、どうやって取り分けるの？これでもね、アイス食べ終わるまでお箸終われないんでね。嘘でしょ。